こんにちは、しんこうです。僧侶がグッときた言葉、今回ご紹介するのはサグラダファミリアでロンギネス。はい、サグラダファミリアは沖縄県出身在住の 4MC1DJ のヒップホップグループで、そのグループ名の由来はスペインにあるサグラダファミリアっていう世界文化遺産にもなっている建物、これが完成をしないまま今に至っているっていうところから、もう終わりがないというかね、天井がないっていう意味を取って、で少しその名前をもじってサグラダファミリアっていう風にクルーの名前にしたそうです。ですごいのが、このサグラダファミリアメンバーがみんな高校の同級生なんですけど、高校在学中に結成して、まだ全員19歳なんですね。2004年生まれなんですよ。そしてこの曲を出したのが2020年なので、16歳17歳の頃に作った曲がサブスクとかも含めて大ヒットで、ヒップホップ関係のメディアとかにも取り上げられてですね、まあ一躍その名前が有名になったっていう、まあそういうグループなんですが、私はこの曲リアルタイムで知らなくて、知ったきっかけはこのロンギネスのリミックスバージョン、まあ同じ沖縄の先輩であるチコカリートさんとエイウィッチさんを迎えたリミックスのバージョンが出たので、初めてその曲を認識して、でチラッとしか聴かなかったんですよ最初。そしたら割とこう裏打ちのなんかレゲエっぽい雰囲気なのかなぐらいで、まあまた後で聴いてみようって思っていたら、エイウィッチさんのザ・ファースト・テイクでこの曲をチコカリートさんとこのサグラダファミリアのメンバーのおはじきさんとエイウィッチさんの3人でロンギネスリミックスをやっていて、これがかっこよくてですね、そこからよくよく歌詞とかをちゃんと見て聞いてみたら、なかなかシャープなこう鋭いことを言ってるんですよね。この曲の言っているメッセージというか趣旨、どんなものかというと、簡単に言うと半端なことをしていたり自分で何かを作り出そうとしない人たちへのディスみたいなところなんですよ。リーズナブルな完成度プラススケスケまくりのイミテーションっていう、お手軽なところで済ませた完成度と透けて見えるようなハリボテっていうのがフックになっていて、いやこれを高校生の時に作って言える気概というかね、なんていうんですかね、やっぱり沖縄ってアメリカの基地があったりして、ヒップホップにナチュラルに触れてきた人たちが結構近くにいる土地だったとかもあるし、沖縄ってその音楽に対してすごくこう距離が近いじゃないですか。カチャーシーとかもそうだし、なんか踊るっていう文化とかがすごくナチュラルにあったりするのもあって、なんかこうヒップホップを背伸びして無理やり自分に取り入れるというか、そこに頑張って自分を投げ入れていくみたいな感じよりは、本当にこうナチュラルに音楽として楽しんでやっていく中でヒップホップらしいアクションができるっていう気質というか土壌みたいなものがあるのかもしれないな、なんていうふうに思いながらこの曲を改めてね見てましたね。で今言ったように、そういう半端なことをしている人たちを、なんでしょうね、まあディスしていく、そういう曲だったりするんで、結構ね言葉選びはねなかなかハードなものが多いんですよ。まあお前5年後6年後にはラップやめるよみたいなことを言ってたりとか、その中で今回グッときた言葉っていうのは、私のこの曹洞宗っていう宗派の性質を考えた時に、改めてオリジナリティとか独自性みたいなものをどう捉えていくかっていうところにつながる部分があって、そんなちょっとね修行感に似たところを今回はお話ししたいと思います。今回グッときた言葉はこちらの部分です。それは目の前のプロップスに心揺らぎ、近道した結果誰かの音をつけてるだけだったからさ。はい、それは目の前のプロップスに心揺らぎ、近道した結果誰かの後をつけてるだけだったからさ。これはですね、その前に君が飛べなかった理由を一つ教えたろうかっていうところから来てる言葉なんですけど、目の前のプロップス、プロップスっていうのはまあ名声みたいなものと思っていただければいいかなと思います。そういう名声みたいなものに目がくらんで心が揺らいで、こうすればこういう結果が得られる、こういう美味しい思いができるって思って近道した結果、誰かの真似をしているに過ぎなかったからなんだよっていうのがここのリリックなんですよね。これめちゃめちゃ厳しいですよね。でもこれ人の真似をするなっていう話ではないと思うんですよ。ヒップホップカルチャーって絶対先人たちの足跡を辿っていくっていう段階は絶対どこかで必要で、ブレイクダンスなんかで言ったら本当に基礎の技なんていうのはずっと変わらずにあって、基礎をやった上で
ある程度段階を踏んでいって、自分なりの組み合わせとか自分なりのシルエットとかっていうのを探していくっていう。初めから自分の独自にやることがヒップホップなんだっていうことではなくて、ちゃんと辿っていくべき足跡を辿らずに、こうしたら美味しい思いができる、こうしたら結果が出る、こうしたらあの人みたいになれるっていう、泥臭い部分を飛ばそうとした結果、人の美味しいところだけを見て真似しようとしたから、あんたはダメなんだよって言ってる歌詞だと思うんですね。だから一番初めからオリジナルでやれっていう話ではないと思うんですよ。ちょっとねこれ分かるのは、僕ブレイクダンス高校の時に始めて、ウィンドミルっていうね、あのナイナイの岡村さんとかね、ガレージセールのゴリさんとかやってるこういう回る技ありますけど、あれがもしかしたらちょっとそろそろできそうかなみたいな時に練習とかしてると、友達が何それ教えてよ、俺もやってみたいとかって言うんですけど、その回るまでにはチェアって言って、ちょっとしたなんかこうエガちゃんの逆立ちみたいなものとか、足をこうどう回していくかみたいなこととかで、肩もするし腰もぶつけるし、いろんなこう泥臭いちっちゃい怪我とかしながらようやくやっていけるものなんですけど、回ったらなんかこう話題にもなりそうだなくらいの人って、やっぱりやってみて、あ、こんな大変なんだ、じゃあやめようっていう風になっていったりするんですよね。でも逆にその地道な部分を、あ、そうやってやるんだ、なるほどなるほどねって楽しめる人の方が、その後も続けていって一緒にダンスやっていく仲間になったりっていう風にしたので、ヒップホップカルチャーとかは結構華やかな部分あるんですけど、そこに至る前の新しい遊びを見つけたっていう、なんかこう内側にこもる楽しさみたいなものを抱けた方が長く付き合っていけるような気はしますね。まあもちろんね、あのステージに立ちたい、ああいう風になりたいっていう目標はあっていいんですけど、そこに至るための地道な部分から目を背けてはいけないっていう、そういう話なんですけど、人と同じことを完全にしているんじゃ全然ダメだっていうのだと、曹洞宗って成り立たないんですよ。鎌倉時代には日本の仏教界っていうのはいろんな宗派が出てきて、それぞれにうちは特にこういうところを重視しますっていうことを言っていく中で、なんだかんだ言って最終的には原点であるお釈迦様に立ち返るべきだろうっていうのが曹洞宗なんですよ。バックトゥーザベーシック的なね、中国から日本に伝わってくる過程でも、中国ではそれぞれに自分なりにいろんなこう悟りの至り方みたいなものを言葉だったり行動だったりで表した中で、いろいろ経て道元禅師という人は、お釈迦様が座禅で悟りを開いたんだから、お釈迦様と同じように座禅をすることがイコール悟りじゃないか、体を同じようにすればその中にある心は自然とそうなっていくじゃないかっていう捉え方をしていったんですよ。だからもうお釈迦様のフォロワーっていう立場なんですね、曹洞宗は。その代わりお釈迦様は座禅の中で悟りを開いたけれども、そこに至るまでの生活だったり普段の言葉だったり、あらゆる一瞬一瞬というものの中に身勝手さを離れて、他を傷つけないようにっていう、本当にこう気をつけて生活をしておられる方だったので、そういうふうに座禅以外の時間もお釈迦様がやったように、食事と向き合い、言葉と向き合い、掃除とか寺を維持していくための大工仕事みたいなとか全部含めて修行として解釈したのが道元禅師、曹洞宗の教えの大元になる方なんですよね。だからそれこそお釈迦様の悟りを開いたっていうプロップスに目がくらんで、あの座禅の形ができればお釈迦様と同じだだと、まあ、ここの歌詞でいうところのダメなパターンで、そうじゃなくて座禅の中に悟りがあるって捉えるのはいいんだけど、そこに至るまでの一つ一つのことを大事にできないやつには座禅だってそれはできないよっていうのが曹洞宗の立場になってくるんですね。だから真似をすること自体を悪としているわけではないと思うんです。先人に学ぶっていうことは絶対にヒップホップでも仏教でも必要なことなんですよね。でしかもこの学ぶっていう言葉、この学ぶという言葉の語源は真似ぶっていうところにあるそうなんですよ。真似ぶというのは真似をするっていう意味です。同じようにやってみようっていうところから学ぶっていうことの語源があるので、そう考えた時にファジキさんはここで自分のオリジナルでものを作っていかない人のことを指しているわけですけど、その前提として当然先人に学ぶっていうところはあるわけで、その先に自分なりの解釈とか自分っていうものの上に積み重ねていくっていうことを大切にした言葉だと私は今回捉えました。ということで今回ご紹介したのはサグラダファミリアでロンギネスから、それは目の前のプロップスに心揺らぎ近道した結果、誰かの後をつけてるだけだったからさ、という言葉をご紹介しました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、高評価ボタン等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきましてありがとうございました。